フィリピン入国の時の隔離期間が延長されました。ダグーパンシティではドテリア温度を叩き出しておりますよ。サラがインドの現状を伝えてくれておりますね。ジュンナ・ツキーさんはオリンピックを狙っちょるようです。フィリピンにね、三越ができるみたいですよ。ジェジェジェアイナコエドワです。今日はね、雲っちょりますね。結構ね、分厚めの雲ですね。小鳥もさえずっちょりますね。皆さん、フィリピンしてますか？今日はね、曇っておりまして、ちょっとね、暗いですね。まあ、こういう天気嫌じゃないね。さて、今何度かなと、34.1 度。まあまあ、暑めですね。ほんで、湿度が 53% ですね。今日のニュースの情報元は PTV、GMA、CNN、イースコモリノショーの YouTube チャンネルからになります。今日のエアドニュース。さて皆さん、フィリピンに入ってくる人は今ね、隔離をする必要がありますでしょう。これがね、1週間の隔離で6日目にね、PCR テストをするっていうもんやったんですよ。ほいでね、そのテスト結果がネガティブなら自由だっていう感じやったんですね。ほいでもね、これが変更されました。まあね、延長がされたんですね。この隔離期間が14日間になったようですね。まずはほら、フィリピンに入国をしますでしょう。ほいで隔離をするんですよ。まあ、ここら辺は同じなんですけど、ここでの隔離が10日間になったみたいですね。ほいでその隔離中の7日目に PCR テストを受けるんですね。ほいでネガティブなら、そのままあと3日間隔離をするんですね。ほいでトータルで10日間の隔離をした後に症状が出なければ目的地ありますでしょう。まあ自宅ですね。その自宅へ帰りまして、残りの4日間を自宅で隔離をすると、そういうことみたいですね。この隔離延長の理由は、ニューバリアントとかね、ダブルミュータントとか、まあああいうのが出てきたからですね。あいつらはね、遅れて出てくるケースが世界中で報告がされてますからね。だもんでね、隔離の延長がされたということみたいですね。ほいで近々フィリピンに入ってくる予定のある人は変更がされておりますからね、気をつけましょうね。そしてね、フィリピン警察の新しいチーフが決まりましたね。この人がエリエザールっていう人ですね。インタビューをね、見てたんですけど、かなりね、真面目そうな感じの人ですね。そのね、インタビューの中でインタビュアーとのやり取りもね、まあまあええ感じでしたね。フィリピン警察はね、不祥事が多いですからね、エリエザールさんがね、変えてくれたらええですね。ほいでボディカメラってあるでしょう。あれをね、エリエザールさんがチーフの間に全ての警察官に義務化をさせると言うておりますね。これを全員につけることができれば話の食い違いがなくなるでしょうからね。今まではね、何かしら事件が起きておってもね、結構な割合でね、警官が嘘をつくっていうのがありましたからね。まあカメラがあればね、それもね、通らんっていうことですね。ほいでマスクをちゃんとしてない人は捕まえて拘束をするっていうね、ルールがフィリピンでは新たにできたんですね。これはお伝えしましたね。ほいでこれってケソンシティでは今のところまだね、マスクをしてない人たちを捕まえずに警告でね、済ませておるようですね。これでもね、ジョイ・ベルモンテ市長は注意をした時に抵抗をしたりとか暴力を振るってくる者は捕まえておるとアナウンスをしておりますよ。これで現在3625人がこの違反をしておったようで、そのうちの348人を捕まえたようですね。ちゅうことは10分の1ぐらいですね。この348人は注意されたけど、まあ、抵抗したんでしょうね。一応ね、ケソンシティではフェイスマスクをしてない人は1回目の注意なら300ペソで、2回目なら500ペソで、3回目なら1000ペソのね、罰金をしてますからね。ほいでね、皆さん、パン菓子なのダグーパンシティではなまらどてらいことになっちゃいますよ。いやー、あれはね、ほんまにどてらかった。にゃんとね、おとといの午後2時頃に事件は起きておったんですよ。
どんな事件か知らざいて聞かせやしょ。にゃんとね、パンガセナのダグーパンシティでは51度というね、尋常ではない温度を叩き出しておったようです。こんなどす。どてりゃあことになっちょるでしょう。ほいで、この次の日の5月9日ですよ。まあ、俗に言う昨日ですね。昨日もね、ダグーパンシティではどてらい温度を絞り出しておったようですよ。さあ、一体全体何度やったでしょう。にゃんとね、昨日も49度を叩き出しておったようです。こんなんどす。ダグーパンシティではね、50度あたりをこう行ったり来たりしちょるようですよ。ほいで、メトロマニナあたりはどうなのかでやんすが、昨日なんですけどね、ケソンシティでは41度で、マニラの港あたりでは42度、ほいで、マニラ空港あたりでは44度もあったようですね。こんなんどす。メトロマニラ内でもね、どてりゃあことになっちょりますよ。ほいで、今日ですが、ダグーパンシティでは43度、トゥゲガラウシティでは42度、カトバロガンでは40度、タグビラーランでは39度、ディポログでは39度、ポタバトでは38度のようですよ。こんなんどす。まあ、ちょっと下がっておりますね。で、フィリピンもね、5月に入ってから、まあ、なまら暑い日々が続いておるんですよ。今年はね、4月がそんなに暑くなかったですからね、結構曇り気味やったでしょう。雨も降りましたしね。それで5月がね、これほどまでに暑いもんですから、人々はね、冷やっこさっちゅうのね、求めておるわけですね。だもんでもんで、事件はまた起きてしまいましたよ。ノースカロー館にあるね、グバットリゾートちゅうね、リゾート施設がまああるんですよ。それでそこにはね、スイミングプールがあるんですね。そこにね、どてらいほどの数の人たちが集まってしもうたんですよ。昨日ってほら、母の日やったでしょ。この母の日のスペシャルイベントみたいな感じやったようなんですね。それ、見たいどすか。こんなんどす。Parang walang pandemya at walang quarantine rules sa gubat sa Ciudad Resort sa North Caloocan kahapon. Ang eksena, para may pa-summer getaway sa resort sa dami ng mga nagsiswimming. ほらほら、たっぷりの人でしょう。昨日といえば40度を超えておったでしょうからね。しかもね、これニュース番組が撮影がね、されておったんですね。ほしたらば、撮られておったおじさんがカメラに向かって、お前、何撮っとんねん言って撮影をしとるおじさんをね、殴ったんですね。それ、見たいどすか。こんなんどす。スパイ、ビギャナランニライトンピラプルワンブッブギン。Nung habang, nung pagka-zoom in ko dun sa may ano, sa may plaka ng jeep, Dennis Kawigan at isang kasamahan nilang babae. Paliwanag nila, masama lang talaga ang loob nila sa naputol na happy-happy sa resort. おじさんが怒り狂っておるでしょう。ほいで、この殴った方のおじさんが、後でね、インタビューを受けておりましたけどね、なんで殴ったん言うて聞かれておったんですよ。ほしたらば、このおじさんは、わしらの幸せな時間を邪魔したからやってね、答えてましたね。ほいで、ここのリゾート施設は、無許可でね、こんなことをやっておったようですね。だもんでね、市長は営業許可を取り上げたようですね。ほいで、この日のこのリゾート施設のエントランスフィーは、300ペソから500ペソやったようですね。ほいで、最近、メトロマニア内では、ニューケースの増加率がこう下がってきておるでしょう。で、ニューケースの数もね、一時期と比べて、1900人ぐらい減ってきておるようですからね。だがすかす。メトロマニア内では減少傾向にあるんですが、増加傾向にあるところもね、出てきておるみたいですね。それが、メトロマニアの近くやと、ラグーナのカランバみたいですね。カランバではニューケースが結構ね、増えてきておるようですね。警察の報告によると、結構たくさんの人たちがね、集まって、このマスクとかもせんと、ビリヤードとかやったりしておったみたいですね。他にもね、集まってなんかやっておる人たちっていうのが結構おったみたいで、捕まえたみたいですね。警察官のパトロールもね、メトロマニア内を中心にやってましたから、その間にね、手薄になっておったところでね、こんなことになってしまっておったようですね。ほいでね、昨日やったかな。ほら、ミンダナオのサンボアンガシティとね、カガヤンのツゲガラオシティでは、5月14日までね、規制が MECQ に強化されたとお伝えしましたでしょう。覚えておりますか？これもね、ニューケースが増えてきておったからなんですよ。ほいで、現在、さらに、ミンダナオのカガヤンデオロシティ、パラワンのプエルトプリンセサシティ、で、バコロドシティ、これらの3つの町でも、ニューケースが増加傾向にあるようですね。
ほいで現在はモニタリングをしておるようですが、このまま3つの町でニューケースが増え続けると規制強化をする頃になるだろうとのことですね。ちなみにね、カガヤンとカガヤンでオロはこれ全然別の場所ですからね、名前が似てますけどね、カガヤンはね、ルソンの北の方にありますけどね、カガヤンでオロはミンダナオにありますからね、これね、ちょっとややこしいんですよ。で、バコルドシティはね、結構外国人が多く住む町でもありますね。移住先としてね、結構ね、人気があるんですね。ダモンデモンデ、日本人もね、結構多く住んでんですね。そしてね、昨日の5月9日の感染者数ですが、7174人ですね。ほいて、これで全ての合計は110万1990人ですね。9197人が回復をしまして、204人が亡くなったみたいですね。これで現在のアクティブケースは6万1294人ですね。アクティブケースはね、バッキンバッキンと下がっちょりますよ。こんなんどうす。ではここで喉を潤しますよと。くー、今日はね、ひやっこいルイボスティーですよ。今日もね、なんか小鳥がええ感じでさえぐっちょるでしょ。この小鳥ね、どうやらうちのね、家のオーナーがね、買っちょるみたいですね。うん。ほんでね、サラ・ナルバデスっていうね、まあ、フィリピン人女性がおるんですよ。このサラは現在ね、インドにおるんですね。この人どすね。ほいでインドはほら、どてらいことになっちょりますでしょう。ほいでサラはね、去年の2020年の2月にインドへ行ったんですね。ほいで3月にフィリピンに帰ってくる予定やったんですが、フィリピンではね、3月からロックダウンが始まりましたでしょう。去年のね。それにね、世界中がどてらい状況になったんですよ。ほいでサラはフィリピンに帰ることをやめたんですね。で、とりあえずインドに残ろうってことになったんですよ。このサラはね、ヨガのインストラクターみたいなんですね。ほいでもね、普通のインストラクターじゃなくて、ヨガのね、瞑想のインストラクターらしくって、そのために使うものとか、トレーニングなんかのためにインドをね、去年の2月に訪れておったみたいなんですね。で、まあ、フィリピンへ帰るチャンスっていうのは、今までね、何回かあったようなんですが、フィリピンでもね、感染が拡大しておったでしょう。だもんでね、サラはフィリピンへ帰ることは危険だなと思ったようなんですよ。まあ、空港とかね、飛行機の中とか、そういうとこでもね、感染もありえますからね。それならば、インドでじーっとしておった方が安全だろうということになったみたいですね。ほいで、インドではね、観光ビザでも現在はずっと折れるんだそうです。しかもインドでは観光ビザの人もワクチンが打てるみたいなんですね。ほいで、サラはそれをね、待っておるみたいですね。で、ワクチンを打ってからフィリピンへ帰ろうと思っておるみたいですね。ほいで、サラがね、GMA のインタビューを受けておりまして、インドの現状なんかをね、リポートしてくれておるんですよ。それによると、4月に、クルムメラフェスティバルっていう、なんかまあ発音がよくわからんですが、外国人にはヒンドゥーフェスティバルってまあ呼ばれておるお祭りがあったようなんですよ。ほいで、このお祭りには推定で300万人の人たちが参加をしておったようなんですね。このお祭りがね、ガンジス川で行われるお祭りやったみたいですね。このお祭りではね、しかもね、誰もね、マスクなんかしとらんし、ソーシャルディスタンスなんかもなかったみたいなんですね。300万人も集まっちょるのにですよ。こんなんどうす。これはどてらい状態ですね。このお祭りの後に感染がね、めちゃんこ拡大したみたいで、現在のね、どてらいことになっておるみたいですね。これね、あれを思い出しますね。あのキアボチャージのね、ブラックナザリンね。フィリピンでもね、こういうね、超どでかいお祭りが毎年開催されておるんですよ。こんなんどす。こう言ってもね、今年はこの集まりはやったことはやったんですが、かなりね、規模を小さくしまして、ソーシャルディスタンスにとってやったんですね。今年やったのがね、こんな感じです。
これのおかげでね、フィリピンではこれの参加をしておった人たちから感染拡大がねしなかったんですね。これでまあインドの話に戻しまして、このヒンドゥーフェスティバルの後に今回みたいな感染の拡大をしたようなんですよ。今でもね、1日に何十万人っていうねニューケースも出しとるようですしね、亡くなる人もねかなり多いようですね。だもんでもんで、もしもマニラのねキアポチャーチでもいつも通りにやっておったら、今頃はねこうなっておったかもしれないということですね。これでサラは現在ニューデリーから5時間ぐらいのところに住んでおるみたいなんですね。ほいでインドではロックダウンはまだされてないようですが、朝6時からお昼のね12時までの間しか外には出れないみたいですね。ほいでもね、その時間帯でも外に出ておる人はかなり少なくなっておるようですね。みんなね結構ビビっておるようですね。こんなんどうす。お店なんかもね軒軒と閉めておりますね。ほいでね、オランダではちょっとね興味深いニュースがありましたよ。にゃんとねテストを受けるでしょう。あれってほら鼻に綿棒みたいなもんを入れてこうほじほじやるでしょう。あのほじほじした綿棒をオランダでは蜂おるでしょう。蜂、あの蜂蜜でおなじみの蜂ですよ。その蜂にねこれ匂わせるみたいなんですよ。ほいで感染しておったら蜂が嫌な顔をするみたいなんですよ。こんな感じでね、オランダではねそんな検査方法もあるみたいですよ。これはなかなか興味深いですね。この間お伝えしましたけどね、ドイツではね K9 っていうね吸っちゃいけないものを匂う犬を使ってね感染しておるかどうかを検知しておりますしね。あ、そういえばそのドイツではねすでにワクチンを打った人はマスクとかせんでも普通に外を出歩いても OK になったようですね。ほいでね、フィリピンのジャパニーズのジュンナ・ツキーさんっていう女の人がおるんですよ。このツキーさんはお父さんが日本人でお母さんがフィリピン人みたいですね。このツキーさんは空手をやっておるんですよ。空手ね、50kg のカテゴリーのようですね。ほいで世界空手連盟っていうのがあるみたいなんですが、ツキーさんは15位から8位にランキングがねバシコーンって上がったみたいですよ。現在世界ランキング8位ってことですね。これがね先週の日曜日に行われた空手のプレミアリーグでのパフォーマンスで金メダルを獲得したみたいなんですよ。それで世界ランキングが15位から8位に上がったようですね。ほいで月井さんが世界規模の大会でゴールドメダルを取ったことは初めてやったみたいですね。世界で8位ですよ。これは門芸ですね。おめでとう、純田月井さん。ちなみにね、これが彼女です。なかなかええ顔をしておりますね。ほいで月井さんは2018年のアジア大会では銅メダルを取っておったようなんですね。ほいで2019年の東南アジア大会では金メダルやったみたいですね。まあこれはかなりのもんですね。ほいでもね、アジアランキングでは5位らしいんですね現在ね。これがもしも3位以内に入っておったら7月の東京オリンピックの出場権を獲得をしておっただろうとのことですね。だがすかす、スキーさんはねまだ諦めてないって。諦めない心、それが純な月ですからね。にゃんと6月11日から6月13日にフランスのパリで開催される予選でいい成績を出せば、まだね東京オリンピックの出場権を獲得できるかもしれないみたいですね。これでねランキングが3位以内に入れば東京オリンピックだっていうことみたいですね。この純な月さんはね子供の頃にフィリピンに住んでおったみたいですね。まあその頃の記憶っていうのはないみたいですけどね。そしてね、BGC にシーズンズレジデンスっていうね、コンドミニアムを建設中みたいなんですよ。ほいでこのシーズンズっていうコンドミニアムは4つのタワーからなる。それはそれは立派なコンドミニアムになるみたいなんですね。しかもこのデザインは日本人がやっておるようですね。ほいでこのコンドミニアムの下には4階建ての三越が入るみたいですね。完成図はこんなんになるようどす。三越言うてね書いておりますでしょ。ほいでこのコンドミニアムの完成予定が2027年みたいですね。だもんでねあと6年ぐらいですかね。ほいで4つのタワーからなるとお伝えしましたでしょう。その各タワーの名前もシーズンズですから春夏秋冬ってねなるみたいですね。ほいですでに2つのタワーではプリセリングが始まっておるようですね。プリセリングっていうのはね立つ前に部屋を買うことができるっていうことですね。立つ前に買うとね、立ってから買うよりも安くで買うことができるっていう寸法ですよね。ちゅうてもね、門芸高いでしょうけどね。
多分ね、買っちょる日本人もすでにおるんじゃないですか。ほいでこのシーズンズは日本人がデザインをしておるでしょう。だもんでね、玄関なんかもあるみたいですよ。これええですね。フィリピンの家ってね、ドアを開けるや否やリビングルームでね、テレビがバチコーンってあったりしますからね。玄関があるのはね、ええですね。フィリピンやとね、靴の脱ぎ場とか置き場にも結構困りますからね。ドアもね、すべてカード式になるみたいですしね。他にもね、いろいろと最新のものが導入されるみたいですよ。まあ、これね、絶対に僕は買えないですけど、中をね、見てみたいですね、完成したらね。ほいで、三越の方はどんな感じになるのかっていうのはね、説明は特になかったですね。三越もね、2017年に同じくオープンするんですかね。まあ、この辺はね、まあそのうちまたアップデートはあるでしょう。チャンネル登録、グッドボタン、お頼もします。それでは、お後がよろしいようです。